こんにちは、ネモです。風来の試練やっていきます。今回ですけども、前回の続きからですね、やっていきたいと思います。で、前回はオープニングから、ヤドババで行って、そこ出たとこで終わりましたと。で、今回はその続きからやっていきたいと思います。で、生放送もしたいんですけど、ちょっとこの週末は予定立て込んでいて、まあ、ため撮りという形で、ちょこちょこと試練やっていけたらいいかなという感じです。いや、ほんと早くここもバシッバシッと行きたいんだが、なかなか。てか、レベル上がらんな。チンタラとか倒したら結構すぐ上がったイメージあるけど。で、その1回目の動画を出した時に、割と、ああ、やられてる方いたんだな、という印象でした。コメント欄見てて。で、なので、まあ、これも、できる時にね。そんなに配信頻度高くはないと思うんですけど、まあ、できるときに、ちょっともうこれ、足踏みじゃねえや、ダッシュしよう。やっていけたらいいかな、という感じです。喋れるんだが。ああ、モンスターハウスの話ね。真空切りの巻物が、トルネコとかでいうイオの巻物みたいな、扱いですが、まあ、真空の巻物って、正直、序盤しか役立たないんですよね。あ、お肉くれる人いるやん。犬。こいつさ、肉くれるよね、確か。マムルとかいるか？マムルいる？こいつに投げりゃいいんじゃねえかって思うけど。でもこれ、やっとかないといけなかった気がするんだよな、イベント。で、やっぱこういうゲームは、本当に僕、生放送の方が向いてるなと思ってて、なんかその、なんだろうな、結構その、攻略自体が、まあ難しいっていうところと、レベル1に戻るんで、なんか積み上げたらどうにかなるとかじゃないんで、まあそういうところと、ちょっと守る待ってんのマジめんどくさいな。これ、先行こう。もしまた出会えたらよろしくって感じ。で、まあなんかみんなでワイワイやった方がこういうのは楽しいのかなという感じはしますね。で、ああでもない、こうでもないみたいな話をし続けるのがいいのかなという感じで思ってます。で、肉にしたと。で、さっきの人に、まあ出会えれば、出会えないかもしれないけど、これでももうちょっとなんか、そうだな、スマホでやるゲームとしてはまあすごいんだけど、まあ操作がね、まだね、コントローラーに慣れてるとなかなか難しいかなって感じはあります。やっぱいねえか、つうか。よしよしよし。まあさすがに楽ですが、そろそろもうちょい強い武器欲しいな感はある。あ、坊やだ。こいつや遠方から攻撃してくるキャラというかまあ敵ですね。まだご存知ない方には。うわぁ。だるい。で、あの蛇側みたいなやつは結構強いので、まだ多分戦えないと思います。装備も弱いしね。まあ、ここはスルーしとけばいいかなって感じですね。お、青銅鉱の盾。プラ3なんだよな、木工が。多分、そんなに木工の方が強いんじゃない？そんなことはな、6だもんね。そうだよね。基礎点が3ってことだよね。いや、蛇怖えな。近寄って起こしてしまった、結局。これさ、こういう感じで向けばいいのか。なんか投げれるもの。まあ、ぶっちゃけ、マブルの肉投げてもいいけど。でもこういう感じで、飛び道具使ったりとかいらないアイテムでね。
まあいろんな形が取れますと、アイテムに関しては。このギタン、金でさえ投げ入れたりはするので、まあいろんな形が取れますね。やっぱ久しぶりにやるけど全然覚えてるな。かなりやったもんな、やっぱ。まあ僕ぐらいかもしれん。おお、ちょ。杖を試したいの。振る。はい。一時しのぎっぽいな。ですね。一時しのぎ、名前つけれるか。名前、はい。一時、はい。で、まあ、すげえ強い敵が来た時とか、あとは、まあ、戦いたくない敵に、階段の前で固定できるっていうね、いう杖になります。で、使用回数制限もあるので、そんななんかこう、おーっと、俺やばいぞ。あ、まあ、大丈夫や。ビビりすぎた。で、ここもわからんが、新しい杖が来たので。金縛りっぽいか。金縛りっぽいですね。金縛りはその場に、普通に固定するようなものになってますと。で、さっきの下の、おーっと、敵は、お金を盗んでくるんですよね。で、お金があるところにいるときは、まんま。あ、これ。これさ、プラス1か。これお腹の減りが減るんですよね、この皮のやつは。結構大きいんだよな。うん、助けてくれよ、じゃあ。体力とか回復してくれ。まあ、なんとか生きてるな。この盾がプラ3だったから、まあ、なんとかは生きてるけど。いや、胴たぬきとか欲しいな。そろそろ、死神とかも出てくるような気がするんだよね。というわけで次の村までなんとか行けましたね。まあここで終わってもいいけど正直。店売りのアイテム。あ、こいつ確か仲間になるはず。ネモじゃないですか。いいえ、違います。なんだ、進まねえ話が。ペケシ。目薬草。これさ、マジでさ、怖いんだが、なかなか。食べそう、操作性のおかげで。割とおにぎり、巨大なおにぎりは食ってもいいですけどね、もはや。食べよう。なんかまともなもん売ってねえな。あ、地の恵みとかは割と欲しい。でもお金あんのかな？あ、あるわ。はい。で、いらないもん売りましょうか。で、こういう感じでお金の、まあ、やりとりはしているという感じと、売るもんないっすね、マジで。まあ、盾売っちゃってもいいわ、これ。合成まだどうせできないでしょ。っていう話と、地の恵み使いますか？あ、どうせまだ合成できねえ。いいや。巨大なおにぎり買っとくか。広く、はい。で、まあペケジーと約束はしたんだけど、こいつは正直いてもいなくてもどっちでもいい。まあ仲間キャラなんですけど、ぶっちゃけ、後で足をめっちゃ引っ張ってきます。なので、僕的には全然必要ないキャラの一人かなと。で、ここ鍛冶屋で武器が鍛えられると。コンボ鍛えてもしゃあないんでいかないですと。いう感じで結構覚えているかな。これ何してんのお前ら。まあまあ、行くか。これ上からか。いやー、ほんと試練とか懐かしすぎるわ。もう普通に仲間は仕方していきます。
もうちょっとやる？もうちょっとぐらいやろうか、さすがに。おっと、こいつ、やべえな。持ち物を確かアイテムに変化させてくる敵だったと思われます。ちょっと、もう弱いな、さすがに。こいつは倒してもゾンビで生き返ってくる敵ですね。で、確か、なんて言えばいいのかな。そう、敵のレベルを上げるんですよね、こいつ。敵に乗り移って。それが厄介、マジで。なんで、あんまり倒したくない部類の敵ではありますね。この辺からダッシュするとマジ危険かもしれん。ちょっとまあ15分ぐらいになったらやめようかな、途中で。それまではやろうかな。うわぁ、これ、結構危険やな。そろそろこのゾンビが誰かに乗り移ってもいい頃だわ。これ危険だぞ、割と。あ。こうなったら普通に勝てません。逃げるしかない。逃げ延びるしかない。敵と遭遇したら危険かもね。なんであれは結構、なんでしょう。まあ、気をつけないとなと。これ、初めて見るんだけど僕。ほんまいたっけか。ああ、なるほどね。まあ、多分いたんだろうな。丸い壺。丸い壺とか言われてもな。何を入れればいいんだろう。音切り層とかは必要だからな。今は、まあ、なんとも言えないですね。未識別の壺とか、壺じゃねえアイテムがあれば、まあそれを入れていくか、大体なんか弓矢一本打ち込んでそれを入れるかって感じにはしてましたね、昔は。こいついたっけな？おにぎりを多分焼き払ってくるやつだったと思うんだけど。うん、これ割とありがたいね。またなんか NPC みたいなやつがいるけど。あ、びっくりした。装備外しっすか。まだコンボとかやばいんだけど、そろそろいつ殺されてもおかしくないですね。お竜とかいねえんだけど。そろそろ殺されてもおかしくはないです、正直。マジでアイテム。武器とかまともなやつ欲しいんだけど、そろそろ。うん、まあこの辺で終わっときますか。もうちょっとやる？あ、アイテムを雑草に変える敵が。ちょっと真面目に、そろそろきついね。ないこいつ、迷子。目が見えなくなったんです。助けてください。目薬草ないんだよね、よく。もう変えられてる可能性もあるしね。目薬草。雑草に。雑草っぽいね。あ、命の草。足元。飲む。体力の最大値を上げてくれる草ですね。こいつマジさ、ちょっとどういう敵だったか全く思い出せないんだけど。おにぎり焼き払いとかじゃないっけか。で、マジ刀がやばい。盾はまあ弱すぎるってことはないけど。あ、やめてー。壺はやめてー。マジけって感じだな。つうか、どこどこ、あ、あそこか。まあ、この辺で終わっときますか、じゃあ。まあ、一個下がったら終わればいいか。うわぁ、ちょっとひどいことになってんな。
え、見つからないんだけど、真剣にどこ状態やな。この辺物が見えなかった罠めっちゃ多いやん、ここ。ああ、ここね。はい、ということで、なんとか。雑草をまあ食っちゃって満腹度上げればいいんですけど、まあ今はいいでしょうと。いうことで、まあちょうど切りよく次の町まで行けたので、ここで終わろうかなと思います。で、まあこういう形でどんどん進んでいって、で、今は難しいことはないので、ただ進むだけっていう感じにはなってますね。なので、まあ生放送を週明けぐらいから開始できたらいいかなと思いますので、試練が好きな方はぜひぜひ遊んでって、まあ見に行っていただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価お待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。